どうも、サッカー上手くないブラジル人はいそうだけどエロくないイタリア人はいなそうで、おなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、 J リーグ、ラリーガ、そして、プレミアリーグと盛りだくさんでお送りしていきます。まずはですね、先日、生配信でですね、分析しましたマンチェスターユナイテッド対リバプールの試合、分析中にかなり言ったんですけれども、マンチェスターユナイテッド、かなり怪我人が出て苦しかったところは置いとくとしまして、フォーバックの前で3人の中盤で守ってたシーンがありましたね。この状況のユナイテッドに対してのリバプールの攻め方の話、その時にしていました。どういうことかと言いますと、中盤3枚で、ユナイテッドを守っていますので、その3枚がですね、かなり距離感が開いてしまってるんですね。なんでこの間ですね、そこに、選手が陣取りますと、センターバックが後ろから出てこざるを得ないってなります と、右のセンターバックスモーリング、左のリンデロフ、前に出ていった時にどこのスペースが空くか、当然ディフェンスラインの裏のところですね。なのでリバプールはですね、そのバイタルエリアとか言われるディフェンスラインの前のスペース、特にですね、マクトミネーの両脇、アンカー脇と呼ばれるところにですね、人がいればですね、それによってセンターバックが追い出される。そうなると裏を狙う選手が生きてくる。で、裏を狙う選手をケアすると、そのですね、マクトミネーの横のスペースを使えるっていうですね、大手飛車取りのような状況をですね、作り出すことはできていたはずなんですね。ただこのですね、攻撃が非常に少なかった、それはフィルミーノが、交代になってしまったっていうところもあると思うんですけれども、ここをうまく使ってほしかったのが、先日のリバプールでして、それがですね、やっぱり勝ち点1っていうね、ユナイテッドがあれだけ厳しい状況なんで、アウェーでもですね、勝ち点3を、持って帰れた、チャンスをですね、逃してしまったことになると思うんです。で、そういった攻撃をですね、J リーグのチームでめちゃくちゃやってるなっていうですね、そういったシーンといいますか、そういったシーンをたくさん作り出してるチームがありましたので、今日はその試合見ましたので紹介させてください。こちら、はい、横浜 F マリノスですね。この画像だけだと分かりにくくてすみません。白い方のチームが横浜 F マリノスでして、左から右に攻めています。守っているのがガンバ大阪で、このシーン、パッと見よくわかりますよね。ガンバのですね、ディフェンスライン、こういった、4枚と、そしてですね、中盤が4人、こういった形で2トップがこっちでね、まだ戻りきれていない状況なんですけれども、ここお分かりでしょうか。これまずですね、この30番の選手、これがですね、横浜マリノスのですね、フォワードの、エジガル・ジュニオールっていう今季から入った選手ですね。で、両ウィング、左のね、こちらも今季から加入したマルコス・ジュニオールと、右の中川がこういう風にですね、サイドに、幅を取っています。で、もう皆さん気づいたと思います。バイタルエリアだったり、ハーフスペースとか呼ばれるところですね、人数めちゃくちゃいますね。このですね、カオスな状況がすごいなという風に思いまして、まずこの18番の選手、広瀬選手というサイドバックの選手です。で、おそらくここに入ってきてるのも左のサイドバックのですね、高野選手なんですね。で、インサイドハーフがここに2枚陣取っていまして、このですね、奥行きを取るですね、先ほど紹介したエジガルがいますので、裏に抜け出す選手がいる。なので、簡単には前にアタックをかけられない状況で、この中盤のですね、選手たちがバイタルエリアにいますので、この状況で裏にボールが出る攻撃をしていたのがマリノスなんです。つまり昨日のですね、リバプールにやってほしい攻撃を実際にですね、具現化できていたチームがこのマリノスでして、このシーンはそういったいるべき場所にいるべき選手がいるっていうですね、そういった状況から、チャンスが生まれたシーンでしたので、取り上げました。ただこのシーンにも問題はありまして、例えばここでですね、ボールをカットされた場合にですね、中盤のフィルターがめちゃくちゃないですね。もうインサイドハーフも、サイドバックも上がってしまっていますので、こういったセンターバックとアンカーが一人で対応しなければいけない。で、失点のシーンの場面なんですけど、これがですね、やっぱりマリノスっていうチームをですね、生で見に行くべきだなって思う理由がかなり詰まっていまして、このシーンなんかウイングの選手がですね、幅を取って、例えばセンターバックの選手がボールを持った時に、サイドに一旦ボールを出して、相手を釣り出して、そこからですね、中を使うっていうですね、このニアゾーンの攻撃、相手のサイドバック釣り出す、その内側使いましょうっていう攻撃をできる配置になっているシーンなんですけれども、ただですね、失点、最初にしてしまった場面はですね、センターバックがですね、サイドにボールを流すコースがなかったような状況の場面なんですね。これマリノスの場合、サイドバックが幅を取るパターン、インサイドハーフが幅を取るパターン、そしてウイングが幅を取るパターンといういろんなパターンがあるんですね。ただその志の高さゆえか、全員が中に入っているっていう状況もありまして、その後センターバックコース内キーパーに戻そう、そこに待ってるやついたみたいな、そういった状況になりますので、この辺がですね、チームの中で
どういった共通意識を持ってやってるのか、それはですねやっぱりスタジアムに行かないと、このですねディフェンスライン裏と駆け引きをしてる選手、そこで幅を取ってる選手、そこまで全部見えないんですね。やっぱ画面だとこう画角的にですね、今サイドの選手どうなってんだろうなみたいな想像しなきゃいけないところありますので、まあこういった戦術のことがっつり語るチャンネルに来てくださる方もですね、あ、マリノスこうやってこういうシステムになってるんだみたいな風に新たな発見があるかもしれません。この試合を見てですね、僕は札幌でサイドをやってた三好選手をインサイドハーフで使った理由が分かりました。そこに使うことによってですね、本来得意なサイドの方に出ていって、そこでボールを受けて、チャンスを作れるっていうですね、選手が動いた先での適材適所を考えて獲得したのかなとかいう風にも思いまして、今回お勧めさせていただきました。リバプールがマリノスほどですね、あのリスクをかけるべきとは言いませんが、それでもですね深さを作る選手、そしてそこにできた奥行きを使う選手がいればですね、昨日の結果変わったものになったなっていう風に思いまして取り上げた次第です。というわけでここからはですね、話題になっているですねケパ問題、取り上げていきましょう。イングランドリーグカラバオカップ決勝のマンチェスターシティ戦で、チェルシーのサリー監督が PK 戦を見据えてケパに変えてカバジェロを入れようとしたところ、ピッチサイドにカバジェロが出てくるとケパが両手を広げるなどして交代しないよって感じで物議を醸したんですね。まあこれツイッターにね、僕はあのリツイートしてあげてるんで、それ見ていただきたいんですけど、これがですね、まあちょっとした、選手とですね監督の勘違いがあったようなので、コメントを紹介します。まずケパの方からです。外からは僕の行動はみんなの目にはよく映っていないだろう。サリー監督と試合後に話し、誤解であったことを説明したよ。 SNS やテレビで僕の行動が批判されているが、あくまでも監督の指示に逆らおうとしたわけではないんだ。負傷していないから交代する必要はないと伝えたかったが、試合中熱くもなっていて反抗的に見えてしまったんだろう。試合中に治療も受けて僕は平気だったんだ。とにかく監督に逆らうつもりは全くなかったということを理解してほしい。そしてサリー監督のコメントです。ああいう状況で大きな誤解があったんだよ。メディカルスタッフがベンチに戻るまでの数分間、私は事態をよく分かっていなかった。私はゴールキーパーが痙攣を起こしたと思い PK 戦は無理だと考えたが、痙攣は起こしておらず、彼は最後までプレーできる状態だった。ケパは大丈夫だと我々に伝えていただけなんだ。ただ伝え方がまずかったね。その点を理解してもらいたいから彼とは話し合うよ。こういう誤解が生じるとトラブルになりがちだ。特にメディアの人たちとはね、何の問題もないと言わせてほしい。というわけで、まあ、実際にその後出てくるカバジロがマンチェスターシティ出身ということと PK ストップ得意ということもありまして、そういったところで、まあ、ケパが交代しなかったせいでその後の PK 戦負けてしまったみたいな、まあ、そういったですね、まあ、論調といいますか、空気もね実際に出てしまいますので、こういった大きな問題になったんだと思います。ただこれに関してはね、当事者同士の発言の食い違いとかもありませんし、実際にですね、解決される問題だと思いますので、今後のチェルシーに期待したいと思います。ただこれよりも僕が問題だと思ってるのはですね、ベイル、レアルマドリー、レバンテとのですねアウェー戦2対1で勝利したんですが、まあ、この試合ですね、まあ、ハンドの PK と、まあ、カゼミロが相手がねボールクリアしようとしたらカゼミロの足当たったみたいな、そういったリアクションして倒れたんですけど、見たらもうほぼねかすったかなぐらいで、ね、蹴った後の軸足はちょんって当たってるんですけど、ね、これ PK 取れないでしょみたいな、ビデオで見ると完全にそういった映像なんですね。ただそこでですね VAR があるにもかかわらず、それをですね、まあ、あの VAR 班が、見た結果 PK だというふうにレフリーに伝えて、レフリーはですねそれを自分で映像も見ずにですね PK というふうに判定したんですね。で実際に FIFA の方はですねラリーガに VAR を使うときに、できるだけですね審判に、自分で映像を見た上で判断してくださいって言っているそうなんです。ただそれもしないで、こういった、判定になってしまったので、物議を醸していると。でこれに関してはですね、まあサッカーって、まあ、いろんなね不可解な判定とかがあってですね、結果が変わってきたスポーツですから、ファンの方たちで議論していただきましょうと。ただレバンテがいいサッカーやってた1ゴール目がですね、カルバハル釣り出したスペースにですね、こうモラレスが走っていっていいクロス上げてっていう、すごい戦術的にね、あのこう組み立てた上でのゴールだったんで、まあそれがね結果に反映されないレバンテかわいそうだなっていう思いもあったんで、僕は取り上げましたが、その後のベイルなんです。ベイルがですね PK 決めた後に後ろからですね抱きついてきた、バスケスをですねこうやめろみたいな感じで振り払って、その後他の選手たちとまあこう気まずそうにって言いますか、楽しくなさそうにハイタッチしてるんですね。これがもうですね、あのベイルがもうチームとのですねこう仲がうまくいってないんじゃないかと。でもう一つの意見としては、アトレチコ戦でのですねゴールパフォーマンスで出場停止の処分下されるんじゃないかとか、そういったところを気にしてるからゴールパフォーマンスを抑えめにやったっていう説があったりですとか、あともう一つ出てきたのが、マルセロがベイルについて話すのは英語だけで、普段彼とのコミュニケーションはジェスチャーっていう風にまあ揶揄してるっていう、まあそのね実際に言ってるところのニュアンスとかで、これがジョークなのか悪口なのかっていうのはまた変わってくると思いますし、本人との関係性とかね。あとクルトワに関しては、自宅にミニゴルフ場を持つほどのですねゴルフ好きのベイルを、チームメイトは陰でゴル
ルフ選手と呼んでいるっていう風に、まあ、母国のメディアに伝えたと。なんかクルトワが言うとより一層悪口感ありますけど、そういうチームメイト内のいないところでのいじりみたいなのが、まあ、悪い風に伝わったんじゃないかなっていうのもあって、ベイルがどんどんですね、まあ、気持ち落ち込んでんじゃないかっていう、まあこういういろんなね、方向からの憶測が立ってしまうんですね。なので今週のミッドウィークに行われるクラシコ、そして週末に行われるクラシコ、このねサンチャゴベルナベウでの2連戦に向けまして、そのあたりがどういった影響をですねピッチ内に及ぼすのか、そういったところも注目してですねクラシコ見てみると面白いと思います。というわけで最後はですね、こういった選手と監督だったりとかチームメイト同士の問題が起こったところでですね、僕自身、監督に逆らうイレブンと忠実に従うイレブンでですね、イメージのある選手を11人ずつ選んでみました。こちらです。はい、まずですね、キーパーどっちもバルセロナになってしまってすいません。ただね、実際のエピソードがありまして、まあ、手足提言に関してはブラボーを追い出したって言いますか、現にですね、実際にブラボーがリーグ戦のゴールキーパーで、手足提言がカプセのキーパーってなってた時期に、リーグ戦も出られないんだったらマンチェスターシティに行くぞっていう風に、まあ、チームにですね、まあ、脅しをかけたっていうと嫌な言葉ですけど、圧力をかけまして、ブラボーの方が出ていくことになったと。そっちの方にマンチェスターシティがターゲットを切り替えたっていうところがありますし、ドイツ代表でもですね、まあ、手足提言実際に活躍して、そこでいきなり戻ってきた怪我明けのノイアーにですね、スタメンの座を奪われまして、それが内部分裂のきっかけになってドイツ代表が空気悪くなったっていう話もありますので、こっち入れてます。でシレス戦に関してはですね、素晴らしいパフォーマンスをしてもですね、まあ、手足提言からは、このね、レギュラーの座を奪えず、本当ねコパデルレイ専用のゴールキーパーとしてはもうもったいないぐらい活躍をしてるんですけど、それでもですね練習ではスタメンを奪うライバル、そして試合では全力で手足提言をサポートするっていうふうに言っていますので、その辺でこの子をですねバルサー同士のキーパーにしちゃいました。なので他はですね違うところにしていまして、まずダビド・ルイスに関してはですね、モウリーニョだったり、エメリだったりとか、やっぱセンターバックで使うのは怖いと、どうしてもですねスペースケアの方を優先しろって言っても前に出てっちゃうみたいなね、そういったアグレッシブな守備をしすぎてしまうところが、こうセンターバックのレギュラー格にならなかった理由でして、で3バックの真ん中だと出ていくのはいいんですけれども、ただそれでも最終的にはコンテと揉めてるってところ、あとボヌッチに関しては、アレグリとね起用法って言いますか、選手交代のところで揉めまして、その後ダニアウベストロッカールームで、このね DJ として音楽をかけてるダニアウベスにうるせえって言ってですね揉めて、でミランに行きまして、最終的にはガッドゥーゾがすごいボヌッチ信頼してたんですけれども、ユベントス戻りたいっつって戻ってきたみたいな、全然言うこと聞かない感じがね出てるボヌッチっていうところでここ入れました。でバカ横に関してはですね、監督に逆らうっていうより監督の指示にですね従える時と従えない時があるっていう、まあそのやるタイプによってボールを回しながらきちんとポジショニングを考えるですね、サンリとかのサッカーの場合は合わないですけれども、ただですね今のミランのガッドゥーゾみたいなですね、こうポゼッションの時にですねきちんとした配置取りはできないかもしれないけど、そこの切り替えの時に体ぶつけ合って奪うとか推進力で勝負するみたいな、そういったところではいきますので、まあバカ横はですね使い方によっては監督に逆らってるように見えるというか、言うこと聞けてないように見える時もあるっていう風なところで、アンカーの選手って基本的にね監督に逆らう選手使われませんから、誰もいないなっていうところでバカ横を選びました。でデブライネに関してはペップの言うことは聞くんですけれども、確実にですねロベルト・マルティネス、ベルギー代表の監督のことは舐めてるって言いますかね、こういう戦術じゃ機能しないよみたいなのを言って、でもデブライネスターだからマルティネスもねそこで使わないわけにはいかないみたいな、だからナインゴランだけ外しとこうみたいな、そういう風になりますね。でポグバに関しては気持ち乗せるか乗せないかで、昨日のですねリバプールユナイテッドはすごかったですけども、モーリーニョいた時全然みたいな、フランス代表ではすごいけどもみたいな、そういったポグバっていうのは乗せるのが必要、監督のことを好きにさせることがポグバを扱う第一条件なのかなと思います。でリベリに関してはなんか基本的にいつも文句言ってるんですけれども、アンチェロッティがキスすればなんとか収まるっていうところありますね。そしてですねザネに関してはなんかこうね聞かないやんちゃ坊主みたいな、そのねスタメンで使われない時の練習態度で一回干されかけた時ありましたけれども、それでも反省して頑張るみたいな、で最終的にはこの間のチームを救うフリーキックとか決めてますので、こういった経験がですねどんどんベテランになって生きていくのかなと思います。でアサールに関しては一生懸命聞こうとするんですけれども、ドリブルする時の能力がハイスペックすぎて、監督の言うこと聞かなくてもチームを救ってきたので、今ですねサンリボールとか呼ばれるですねこうポジショニングを考えながらですね自分が生きるような、そういったですねことをこう体に叩き込めない感じがすごい試合見ながら出てますね。イグアインとポジショニング被ってしまったり、右サイド寄ってきて他の選手が困ってしまったりとか、なんで今後そこをですねまあ改善できるかどうか注目です。で監督にですね忠実に従う方にイブラを入れたのは意外だと思われる方いるかもしれないですけど、このペップバルサ入った時とかですね、こう本人も書いたんですが、こう
バルサのサッカーに合わせようとしてどんどん持ち味をなくしていった感じなんですね。で最終的には運動量の少なさとか、守備の献身性の足りなさでですねスタメンを奪われて、そこからですねまあ自暴自棄プラスペップムカつくみたいになって、監督と揉めて使われなくなったって感じなんで、イブラ自体はですねまあどのチーム行っても活躍してますから、そういった適応能力があるイブラっていうキャラクターで豪快な感じですけれども、イブラとかビダルはですねそういったチームの空気を読む能力すごい高いと思ってます。でルカクに関しては今回の試合も右ウイングに置かれて、でラッシュフォードがですね怪我してるからこんなにね、このサイドバックについていって守備する役割やってるのかなと思ってたら、まあ実際にそうだったみたいでですね、その試合のね状況に合わせて自分がやること、前線でプレスをかけるのか、カウンターの時にサイド流れるのか、サイドバックについて戻るのかみたいな、どんどんなんか脇役キャラになってる。なんでいずれですねユベントスでマンジュキッチの後継者的になるのか、ユナイテッドでこのままずっといるのか分かりませんが、僕はそういった新しいウイングゾーンみたいなのを築いてくれるかなというふうにそういうふうに思ってます。でこれディフェンスライン、これね意識したわけではなく、今読んでて気づいたのが全部スペインなんですね。全部の選手はセンターバックもサイドバックもやらされて、ハビマルティネスに関してはねもともとアンカーだったっていうのもあるんですけれども、そのチーム状況に合わせてねディフェンスラインとアンカー両方やらされたりしますので、スペインのサッカー教育っていうのはですねどんどん日本にパクってきて、それをね日本用にですねまあブラッシュアップするって言いますか、ちょっとしたマイナーチェンジを加えて、落とし込んでいったら工夫の国日本ですから、どんどん若手育成の方も伸びていくのかなっていうふうに思います。で結論としましてはですね、この監督に逆らうイレブンの方がフィジカル的に恵まれてる選手だったり、壁にぶつかってこなかった選手が多いなっていうふうに、思いましたね。まあ元々のフィジカルがすごいんで、そういったですねまあ上からの指示とかですねまあ誰かに合わせなくても結果を、残すことによってそれを正解にしてきたのかなっていうふうに思うんです。逆にですねこう忠実に従うイレブンとかはこうね壁にぶつかる時が結構多いイメージがありまして、ルカクなんか最近のユナイテッドでそうですし、イブラなんかもユベントスに入った時は得点が少なくて、カペロ監督にファンバステのね、ゴール集なんかを見せられたみたいな話もありますし、常に自分に何が足りないのか、そして今のチームで何をすれば生き残るかっていうところを、まあ、考えてるからですね、基本監督に忠実に従った上で、持ち味を見せていくっていうようになるのかなっていうふうに思いまして、こういうふうに綺麗にね、このプレイヤーの特徴が分かれたのも面白いなっていうふうに思いました。というわけで皆さんのいいねコメントチャンネル登録お待ちしております。レオザフットボールでした。バイバイ。